おインポスター、あ、ゼロツーさんだ。勝ちましょうぜ。今宵は、勝ちましょうぜ。みんな行くやん。なる、ここやろ。よし。はい。いや、これね、本当にちょっと、遅れちゃって申し訳なくて。アドミンで見つかりました。で、アドミンでそのタスクをやってて、で、みんなどこにおるんかなって、アドミンのやつ見たら、アドミン2ってなってて、はい、おかしいなと思って、死体も多分1ってカウントされますよね。あります。あります。見るはず。見に行ったところ、もう下半身だけのオンジさんがいましたね。だから正直ちょっといつかはわかんないですね、僕。センシティブだな。わかんねえけど。はい。リアクターに来てない人いるよね。リアクターに来てない人何かいた、はい、うん、僕も来てないです。ないです。来た側にいると思う。来てない側にいると思う。来て、ない側かな。来てない側じゃないかな。いや、どうなんやろ。でもね、ウェポン。いや、でもアドミンに直前まで、誰も、なんだろう、いないタイミングがあるんだったら、そこでこうして間に合うのは全然間に合う。まあ、そうやね。そうね。ただ、これは、マットベイから、はいはい。即行けるタイミングだったんですよ。はいはいはい、はい。このタイミングに入った、俺とさんは違うから、アルトさんは違うからっていう。ほぼ同時でしたね。はい、はい、はい。で、アベベンさんもね、違うと思うんですよ。僕、アベベンさんと一緒にウェポンズから出て、アベベンさんはそのメッドベイの方に。で、僕がアドミンの方に行ったんですよ。そうですね。そう。で、僕アドミンで、あ、多分リアクター終わるやろうなと思ってタスクをちょっと申し訳ないんですけど、してたら、しててアドミン見たら、死体があったみたいな感じで。はいはいはい。ちょっとだから、アドミンにも誰もいなかったんで、僕が入った時には。まあ、もしかしたらダクトで出たかもわかんないですけど。一応終わったタイミングで、下から向けてったから。で、監視映像を見た瞬間にピカクロスさんがナビゲーションからできたのは確認してます。はいはいはい、はい。ミュートだった。はい、確かに。最初、ウェポンのところで、タスクやってたのって多分、クロスさんとゼロツーさんと安倍さんだと思うんですけど、その様子を見ながら。あ、僕も。はい。うん。あ、カーケンさんもいた。で、それで、ナビゲーションの方に行って、で、ナビゲーションのタスクはいくつかあったから、それを全部こなしていって、O2 になったんだけど、遠すぎるから、タスクこなした方がいいなってこなしてて、終わってシールドの方に向かおうとしたらリポートがなった感じ。だから、一応私の位置から弁当がそばにあるので、弁当入ってアドミンキルしてもう一回ナビゲーションに戻るっていうルートは取れるよとだけ言っとくね。はい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 。カードの位置に死んでました。だからダクト近かったです。ソライさん。ああ、はい。ちなみにのすけさんってアドミンでタスクやったんだっけ？アドミンの入り口の方のタスクやりました。入り口に。ミュート。よいしょ。どうしよっかなぁ。ぐるっと回って。キルをどのタイミングでやるかだな。終わっちゃったからここのタスクやろう。お。はい。まあ、はい。はいはい。はい、ありがとう。おー。まあでも、もうどう考えても俺が死体発見してて、セルフリペイトやって、リポートっていうのも、多分あると思うから、いやまあ分からんすぎてね、これは、容疑者がいなさすぎて。だから、全然、はいはい、必要な時やったら全然押すし、俺が。このタイミングの白角はほぼほぼ、この、トライさんごと。いやでもね、分からんだって、分からん。僕はクロスさんじゃないんじゃないかなぐらいしか分かんないから。絶対分かんないのは、絶対白ってお互いに覚えてるのは多分オルトクロス。アルトクロス。オルトクロス、お前どんなの自分が知っていたよ、お前。まあ一応見た報告だけしとくと、多分そののすけさんがアドミンに行く前、上回ってアドミンに行く前にナビゲーション前で多分すれ違ったかな、のすけさんと俺。はいはいはい。ナビゲーション。あ、そうそうそう。ウェポンとナビゲーションの間の通路ぐらいですね。そうそうそう。そう。はい。まあそのまま。3人が確認できてるのは知ってます。そうそうそう。そこは確認できてる。
あとはもう、あれか。伊藤さんの位置が消えてるよね。うん、そうだね。伊藤さんはカフェテリア、チラッと見て、どこ行ったんだろう。そうですね。でも、その後、アドミンって殺した感じですかね、はい、伊藤さんは。カフェからアッパー行って、リアクターですね。ああ、なんかリアクター付近の方になんかいたのは見てますね。ああ、そうですね。最初、川君さんとリアクター向かった感じだと思います、ね。これだと、割と近いの、はいはいはい、のつけが、割と怪しくなってくる。ああ、まあそれはもちろんやと思う。だって俺が死体見つけたし、俺しかアドミンおらんかったし。ね、発見が遅れたのが、入り口のアップロードしてて、はい。ウェポンズかなんかでダウンロード終わって、うん、で、そのままアドミンのアップロードして、で、アドミンのその操作のパネルを開いたら、二人ってなってて、と思って。ガサミュートだよ。死んでた。死んでた。すいません、一太郎さんの最終位置もう一回だけ聞いていいですか？電気室です。あ、確認してます。はい、見ました。すれ違ったんですよ、ちょっとだけ。そう、最後見て、その後、川健くんも、そのエレクトリカの下の廊下ですれ違ったよね、最後。はい。最終位置不明確な人が、やと思う。そこまでは確認した。ナルトは、十字路ですね、最後。多分ね、一番整理すべきなのは、O2 なったタイミングにあなたはどこにいましたって情報が大事だったと思いますね。うんうんうん、O2? リアクターじゃない？リアクターと、ミュートさっきからずっと O2、O2 って言ってるけど。パロラン。エロ2さんが走ってった。殺してるやん。してるやん。やるやん。一応押しました。あ、死んでる。わーお。何死んでます。え、ね、ミタクロスさんね、俺すれ違った。ストレージですれ違って、左の方行った。エレクトリカルの方。左の方。この後に縦ペアですれ違ってのも見てます、それ。合ってます、それは。あれ？オツにいませんでした？オツにいたよね。オツ直してたのはピカクロスさんだったと思う。うん、そう、ピカクロスさんが言ってくれてて。その後多分、ね、カフェテリアストレージで通って、俺がストレージですれ違って、そのまま俺カフェテリア行って押したんよ。すぐ。これ俺、押してるんよ、真ん中。だから俺が多分最終目撃者かもしれない。残ったのは、これ、ゼロツーくんと、うん。カワケンくんと、そうだね。ビトも残ってた、オツ。うん。はい。はい。まあその三人の中に、で、俺もいて、で、俺は下方向行って、うん、で、ナビゲーションにピカクロスさんが入ってるのを目撃してて。どのタイミング？うんうん、直した後。直したすぐ後。で、俺はその後に最終位置アドミンだった。多分ね、それ、ピカクロスさんじゃなくて、アルトの見間違いだと思う。うん、多分違うと思う。ピカクロスさんストレージをその中。アルトのナビゲーション行きましたよ。目撃的な話で言うと、俺が最後やと思う、ほんまに。ストレージで、上から来る、ピカクロスさんとすれ違って、その、ストレージの上の入り口、うん、で、そのままエレクトリカルの方、左の方に行ってた。ほうほうほう。クロス君はなんか上から右の方行ってたよね、最後。コミュニケーションシールドの方。コミュニケーションシールドの方。すれ違ったの覚えてる俺と、最後。最後？あ、うん。俺、最終、シールドコミュニケーション、ストレージ入ってアドミン。あ、そう、来たんか。ごめん、そっち来たんや。俺、後ろからそれ見てて、
そのままカフェって、え後ろかな右下行かんかった右下行かんかったどうなってんのその二人。俺カフェデリアで真ん中押してるから。クロスさん、のすけさんの認識どうなってんのそれ。これは、O2、シールド、コミュニケーション、ストレージ、はい、アドミンが最終位置です。アドミンのアップロードやりました。アドミンか。それは僕の。俺、ゼロツーさんと一緒に動いてますよ。まあ、ちょっと関係ないわ、それは。え、ごめんなさい。この機会で、クロスさんが。確認してないんですよ。ん見たよ。のすけ見てないよ。お前、視野狭ない大丈夫視野が2とかで。あれお前、視野広いのかいや、これ、延長値延長値延長値うわ、そっか、俺も一回目も発見してるし。確認したいことあって。いや、ごめんなさい、俺押したい。延長しよう。はい。俺押すわ。なんか左側におる人だけ最後。ありがとうございます。はい。わかりました。お願いします。プネプネピカの近くでネット出ちゃった。あぶね。あ、俺メットベイ行かなきゃ、そうだそうだそうだ。あれ終わってないんだった。一回停電させよう。あれ押さないの終わったよ。あれ ?02 個押さないの？ありがとうございます。はい。はい。ごめんなさい。確認したいのが、その、今その、なんだろう。ごめんね。エマージェンシーでみんなを集めるのってそもそも得策なんですかってところだったんですけど、どうなんですか？ゲームは一人で。僕はちょっと無知でちょっとわからなかったんですけど、その、死んでる可能性がある。僕の中では、まあピカクロスさんは最後に見たから、まあそれ以外で死んでる人いたら怖いなっていうの、まあ二郎が残ってますから。はいはい。なので、あとタスクの、あの、まあ、共有とか、いろいろ、まあ、ちょっと話し合いたいなと思って、ま、怖かったんで、一番得なのはインポスターの死体消しかな。そうだよね。そうなんだよ。そうですよね。もう、っていうのが、条件揃ってるよね。さっき言えなかったんだけど、情報整理じゃ場所ダメだから。うん、で、あの、最初ののすけさんのその動きも見ると、ちょっと怪しく見えてくるなっていうのがちょっと感じる。まあまあ、じゃあいいよ。別に俺が黒っていうのはもう、もう全然、話し合いで俺も弁明する気もないから、じゃあ最後の位置だけみんな話そう。俺をどう言われたの？いや、ごめん。ちょっと、多分見間違い。右下から上がってきたのは見えたわ。ストレージ側で。ん？見えたよ。ストレージから右下？あ、まあ、ストレージから右下。お前、目つぶってたんかこれは、視野。後ろから来たの？いや、俺は、左のエレクトリカルの方から、タスクやってて、で、オーツの時よ。で、終わった後、ストレージ、カフェテリアって通って行ってんけど、はい、そこで押した。その時に、クロス君が追ったのは見た。で、最後に見かけたのが、だってそれ俺先に言い出してるやん、そのストレージ側におったよねって。だから、見てるんだよ。オーツ終わったタイミングで、アドミンから下行ったんでしょ、ピカクロスさん。うん。アドミンからかわからん。カフェテリアアドミンの方、その通路やと思う。ストレージの方行って、左行ってん。エレクトリカルロアエンジンの方。で、左から来たんですね。君。左から来たって話をして。いや、俺はストレージの入り口ですれ違った。その真ん中らなのでど方向性決めたいんですけど、ちょっといやだから最後の僕はちょっと決めたいなと思うんですけど、いいと思います。二郎なんで、だってその後にすぐ作家さんのなんか、いやこれね、正直俺の位置の話するもったいないよマジで時間的に。最後のみんなの位置の話してな、俺が黒なのは別にいいから、いや。終わった。マジでどうしようこれ。真ん中で押した方がいいかも。いやでも無理か。すいません。目つぶってたんかは、おもろすぎるやろ。ナイスオッケーオーマイガーいやー、これは申し訳ない。これいやー、ごめんよ、のすけくん。いや、僕の話したくなかったけど、いや、俺がクロスくんの証言を食い違ったことしたから俺が悪いよ、これは。すいません。もうあるし、もうどっちか。のすけさんはまずね、いや、だから俺はクロスとすれ違ったんだったら、うん、アルトとすれ違ったことまで言えたら、強かったね、え俺とサボったっけ真後ろ、後ろずっとついててたんで、ピカフル。俺が死んでなかったわ。幸せ前よ。俺が死んでなかったわ。ごめんみんな
ダメでした。それがすごい強かった。ゼロツーさんやりましたね。やったー。コース側に。回ったぞ。ごめん。クロス君が俺の話してるとき、ゼロツーさんが、いや、そうだそうだみたいな感じで後ろから言ってくる。いや、これさ、ちゃう、一個だけあってさ、その、はい、エレクトリカルでゼロツーさんすれ違ったのは確かにな。うん。あれ、ベントから来た？いや、普通に歩いてたよ。あ、そっか。のすけさんとすれ違ったまま、下側をずっと歩いてただけ。あのね、最初ビビりすぎて誰も殺せなかったんだよね。ここから来るのはおかしくないと思ったけど。先輩の、やばかった、これは。これ先輩の一人が僕でしてね。あの、ゼロツー君一落ち二回だから、ちょっと守りながら一緒に行動しようって思って。で、一回目ほぼほぼ隠しろ位置だったじゃないですか。二回目でようやくのすけさんナビゲーションの前で見ましたよっていう情報。で、のすけさんもその、さあ確かにいましたっていう。だからあの位置、ナビゲーあたりにいたっていうのが確定してて絶対にできないので。やってないからね。そう。まあ、絶対にとは言わないけど。二人いるからね。そう。で、リアクターで守ってくれてるから、あ、そうそうそう食べようと思って食べて、O2 鳴らすっていうね。そうそう。で、だから、あの、リアクターで、あの、ゼロツー君一緒に行こうぜみたいな感じで言ってたら、うん、普通に後ろからパカってやられて、あ、そうだよ。だよね。もう一度と思って。でも結構俺のことも食うタイミングあったでしょ。あったよ。ねえ、あったよね。でも怖いじゃん。